ボーノでございます。で、今日の、こちらにお招きいただきまして、お話しさせていただくんですけれども、だいぶ奥原の方が話してくれたので、僕も話すことはあんまないんですけれども、話させていただきます。バイオリエクスによるデータ駆動型生命化学研究ということで、私の研究室の方でやっていることなど、小原さんが言ってくれた、話してくれたことを、もうちょっと私の言葉で言い直そうかなと思っています。今、広島大学に所属になっておりまして、広島大に移っても、3年と2ヶ月ぐらいになろうかというところなんですけど、その前も、ライフサイエンス統合データベースセンターというところで、いろんなところでお話したりとかしてたので、どっかで話を聞いたとか、YouTube で喋ってるのを見たとか、いろいろあると思いますが、今はこういうところ、広島大学というところで、研究、教育活動をしております。それで、これがその今言ってた話なんですけど、ライフサイエンス統合データベースセンターで DBCLS っていうので、そう書いてあるんですけれども、その前の、自己紹介とかも含めてなんですけれども、もともとは大学院の頃は、今皆さん KEGG とか言って、KEGG とかでデータベースしてて、エンリッチメントバイアスとかで使ってると思いますけど、このデータベースを作る研究室で、バイオインフォマティクスの黎明期を迎えてやってました。ただその前は、自分でもちょっと実験してた時期が1年くらいあったんですけれども、それは学部時代ですね。その後、大学院入った時に、KEGG のデータベース、代謝経路のデータベース使うのは、基本的に新しい生物を解読した時に、ゲノムを読んだ時に、その中に包括されている遺伝子、どんなものがあって、その生物ではどんな代謝系が動いてるかというのを遺伝子の配列の方から攻めるってことをやってたので、それを、理化研究所の方です。当時進めてました。マウスの、遺伝子全部、CDNA クローンですね。集めてきてっていうようなので、ファントムっていうのを、初めて、一応ファントムって名前僕がつけて、それも、皆さんによく使っていただいてて、とても嬉しいんですけれども、その、ファントムのデータベースの設計を作りました。作るのをやってました。で、その理研も、3年ぐらいで、移りまして、その後埼玉医科大学というところで、その解読された人やマウスのゲノム配列を使った、ウェットとドライ、両方やるこういう研究っていうのを、進めてたんですけれども、途中で、ライフサイエンス統合データベースセンターっていう、生命科学分野のデータベースを統合してみんなで使えるようにする、そういうことをやるセンターができたので、そちらの方に移って13年ぐらい、そこでデータベースの普及活動なんかをやってまして、その時にこんな感じで全国いろんなところの研究所や大学に行って、お話しする機会があって、そのまま、経験というか、知識を、こういう本に、右上にあるような本に書いてっていうふうなので、皆さんもこの本、どの本かを見たことがあるかなというで、事前、ここにも、書いてある通り、ライフサイエンス分野ってやっぱりデータベースすごく大事で、その、ライフサデータベースなんですけど、意外と、どのデータベース使ったかとかいうのは皆さんあんまり気にしないんですよね。で、そのデータベースを維持することってすごく大事で、本当にこれは、車に例えれば高速道路だと思います。皆さんの研究を高速に進めるための、インフラである。なので、本当にこれも作りっぱなしじゃダメで、本当に作りっぱなしのデータベースいっぱいあって、とても困るんですけれども、そういうのはもうメンテナンスがとにかく必要である。で、そういう、メンテナンスをする。で、どのような、データベースがいいかっていうのを、見分けるというようなことを、前職時代やってて、今も、もちろんそういうことを進めて出るんですけれども、その中でね、特に、この、チュートリアル動画の統合テレビ、作るってことをずっとやってまして、ここではちょっと前のスライド持ってきちゃったんですけど、今だと2000件以上、動画が入ってて、今だと YouTuber とか言ってなんか、100個浴びてますけれども、ちょうどこれ、日本に YouTube が、始まった2007年からね、この東宝テレビで活動を進めてて、その頃から YouTube に、動画をアップしようってことを、進めて、やってきており、いろんな、やり、あの、データベースの使い方だけじゃなくて、その、ウェブブラウザー上で使うツールなど、ライフサイエンス分野でよく使うものもあるし、そうじゃないもの。
なども含めて、いっぱいこう、アップして皆さんに使ってもらおうってことを、まあ、進めてやってきました。なので、もう、あれこれ16年ぐらいやってるんですけれども、まだ今も、私は BBCS 辞めましたけれども、後輩の、あの、小野というものが続けてやってくれております。はい。で、まあ、私自身は、そういう、動画で、YouTube で見れるもの。もちろんそれの方が、まあ、先進的で良かったし、動画だから、見やすいし、誰でもただで見えるしってことでやってきたんですけど、やっぱり、そのだけじゃ、動画だけではリーチしない人がいるということで、本も書かなきゃってことで、本も書かせていただいておりまして、それがちょうど、まあ、何年ぐらいか、6、7年ぐらい前からやっぱそういう本も出した方がいいよっていうふうに、まあちょっと出版社に誘のがされて書いておりまして、まあそういうこんな感じの本をまあ出してて、今日のまあテーマでもあるみんなのバイオ DX っていうのは、2年前、2021年の12月のこう実験医学で特集に、させていただいたので、これを見た方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、最近だとこの右下のがんゲノムデータ解析の、これを柴田医大の清水敦先生と一緒に出したので、こういうのもまあ見られて、自分のデータ解析とかに活かしてる。まあドライ解析療法も見られてやった方も多いと思うんですけれども、まあ、そういう本を出す。本のプロトコールを書いて、皆さんに使ってもらえるようにするっていうようなことも、と、まあ割と力を入れて、やってきました。でもまあそういうバイオマティクスの教育はとても大事だと僕自身思ってて、まあ前職時代それに力を入れてたんですけれども、そしたら広島大学の方から特別大学院プログラムというのをやってるからバイオマティクスを教える人間、先生として来てくださいって、呼んでいただきまして、高橋先生ですね。こちらの客員教授もされてると思うんですけど、に、まあ、誘っていただいて、その、特別大学プログラムの中でバイオマティクスを教える。ということをやってきました。で、まあ、ちょっとそのバイオマティクスの講義どんなしてるかっていう話なんですけど、大学院の講義なので、皆さん実験があるので、やはり、こうやって集まって一緒にっていうのが本当は理想なんですけど、そういう、それで皆さんでこう一緒に、コンピューターをハンズオンで叩いてっていうのがいいと思うんですが、できないので、収録講義になってます。僕がこうやって喋って、こういうふうにやるんだよとか、こういうふうなのがありますよっていうのを解説するのを、まあ、やってて、オンデマンドでこれ15回分。で、これ、しかもその、竹瀬大学院に入った人は必修ということで、そういう講義を、こう、まあ、これ大学の中にマイクロソフトのストリームのやつがあるんですけれども、そのストリームに全部アップして、これを見てくださいと。中で課題が出るから、その課題をやって出してくださいと。そういうことを、まあ、やってきました。これ実はその15回分で全部足すと19時間16分8秒。スライドが491枚という、すごい、量になってるんですけれども、そのような、まあ、講義を、まあ、やってまして、まあ、この講義に関しては先ほど来出してきた、私の、緑色の、防脳本と呼ばれるものと、道場本という、青い本ですね。その二つが、基本になって、この講義が作られており、それよりもちょっと簡単なレベルの、まあ、大学院、修士レベル講義っていうのを、まあ、やってます。ここに出てるやつですね。この二つの教科書。で、どのようなことしてるかというと、この、まあ、中にもあるような、内容で、まあ、最初、前半は、まあ、バイオマティックスの歴史とか、そういう基本的な部分を、まあ、話しまして、その後からは、まあ、次世代シーケンサーの解析の、実際にやるというよりは、どういうふうにしているかというところがメインで、まあ、発現定量とか、最後は統合的な解析。そういうところまでやる。という、まあ、講義をしています。はい。で、まあ、こういうバイオかけるデジタル技術の、まあ、教育普及というようなものを、まあ、心がけて、まあ、すでにこれ3回分やって、今年4回目やるって感じなんですけれども、そういう講義をやるのが実は私の今の本でございます。で、なんですけれども、本なんですけれども、実は奥原さんにいろいろお誘いいただきまして、それ以外の、研究活動も、まあ、ぜひというふうに、お勧めいただいたので、じゃあということで、研究室の方に、まあ、いろいろやる、ことを考えまして、このような、まあ、こんなことやってますっていう、これ絵なんですけど、私の研究室で。
私の研究室でやっている全てのことをこの絵にして、マンダラって呼んでるんですけれども、その中で、まあ、もちろん、教育活動、大きい比重を占めてるんですけれども、それ以外にですね、ゲノムの配列の解読とか、トランスクリプトの特定を、まあ、初めて、まあ、こういう生物で、扱いたいという時に、それを、まあ、やってですね、その後、まあ、データ解析の、プログラムをいろいろ、実行してですね、最終的にはそれを、まあ、解析結果として、可視化して、最終的には本当に、一番最後にはゲノム編集の実験に行けるようにというような、まあ、流れ、ワークフローって呼んでますけれども、そういうワークフローを作るっていうことを、まあ、やってるんですけれども、まあ、その中で、この左下の方にあるように、これまで私が、まあ、DBCS の方でやってまいりました、公共データベースです。公共の生命科学分野のデータベースをうまく使う、使いこなした。まあ、あんまりこれ、使い倒したっていうと、なんか言葉が悪いと言われるので、あまり言わないんですけれども、そういう、使いこなす。で、それに、どのようなものをこう使いこなすかという、ことに関しましては、ここに書いてるように、いろいろなツールがここに書いてあるんですけれども、そういう DBGS 時代に作ってきた、ツールに関して、いろいろ使うと。いろいろやってもらうと。というような、まあ、流れを、まあ、作って、この研究室を、まあ、今、形作ってます。はい。で、まあ、今、喋ってるのが下に書いてあるんですけれども、まあ、そういう利活用するということの部分が、そのバイオ DX というふうなものだと、まあ、大体ざっくり思っておいていただければいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、その中で、バイオ DX、まあ、長く言うとバイオデジタルトランスフォーメーションですけれども、それの、もうちょっと、卑近な例というか、まあ、私が皆さんに説明するときに言う例などをまあお話しして、もう一個ですね、そのまあ私自身がバイオ DX な研究開発だと思っている部分ですね、ゲノム編集データ基盤技術開発のっていうのを今日は二つお話ししようかなというふうに思います。この下のなんか初日の出はこれ今私が住んでる広島大学の職員支部舎から本当にその日撮ったやつです。これはい、そういう実はよく見るとわかるんですけど、下に見えてるの牧場です、これ。隣に最長農業高校という農業高校がありまして、そこの牧場があるという、本当に牧場の隣に住んでるというような、すごい、ローカルな、広島っていうから、もうちょっと皆さん都会かと思うかもしれないですけど、我々がいるのは東広島で、そこからは30キロぐらい離れてますので、かなり、田舎です。はい。で、じゃあ、デジタルトランスフォーメーション。何ですかって、DX、DX ってことは何ですかってことなんですけど、経済産業省の方ではこんなことを言う、定義だと言ってまして、まあ、データとデジタル技術活用で、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するってとかいうふうなこと書いてあるんですけど、まあこれだけだとなかなか何のことがよくわからないので、まあ、デジタル化よりもさらになんかまた進んでるものなんだなっていうふうに思っていただいてたらいいと思います。それをもうちょっとなんか例で挙げてるのこれなんですけど、まあまあ、カメラの技術を考えていただいたら、まあ、昔はフィルムカメラアナログで撮ってたのが、ある時からデジカメになって、デジタル化されたと。で、さらにですね、そのデジタル化されたデータをいろんな人にこうすぐシェアする。まあ、インスタグラムですね。インスタですね。インスタグラムは調子悪かったら今ね、ニュースになるぐらい、すごい、今日の朝もちょっとそんなありましたね。というようなデータをこうデジタル化したデータをいろいろみんなが使いこなす、そういう時代、そういう状態になっているのがまあ DX だろうというふうにまあ思ってます。そしたらじゃあバイオの方ではどういうことですかっていうと、まあ目で見るまあ、生物の観察、実体顕微鏡で見るような話ですね。それがまあデジタル化されていくと、まあもちろんまあ、実体顕微鏡とかどんどんデジタル画像で皆さん撮って使ったり、やったりとかしてると思うんですけれども、もうちょっと違う例で言うと、生命が持つ情報、まあゲノムですね。ゲノムの配列を解読する。そういうようなことが、まあ、デジタル化の部分かな、というふうに思います。だけど、デジタル化されただけじゃ当然使えないわけで、人ゲノムももう解読されてたと言われて、2003年からもう20年経ったんですけど、皆さん、どうでしょう？使ってますかね？まあもちろんいろんなレベルの使い方があると思うんですけれども、そのまあ使われ方がもっとこう進んでいろんな人に
使われるというところになるためには、やはりこの最後の右下に書いてある遺伝子配列療法の有効活用というところで、ここに我々はゲノム編集が来るんじゃないかな。そうなった上で、ここの絵に上がっているような、バイオ燃料、バイオディーゼル燃料になったり、あとはこう、青い藁ができたり。青い藁はもちろんこれも組み換えの技術でできてるんですけれども、サントリーとかやられてるんですけれども、そういうような、青い藁のような技術。先ほどの奥原の例で言えば、本当にアレルゲンフリーの卵なんかが、それに当たると思います。そういうような、例がどんどんできていくっていうのが、この、バイオ DX で実現すべきテーマ。で、そのためにはどういうことが、デジタル技術として必要か。そういうことを、我々は作って、実現していけるようにしたい。そういうことを、考えています。で、それに向かって、いろんな、そういうのに近いことをやってる人たちの、取り組みを紹介しようというのが、この、実験医学のこの特集だったんで、後で、帰ってみてください。この、そこの中にいろいろ書いてあります。バイオ DX、公共データの海で宝探しを始めよう。すごくいい、これ、サブタイトル、出版社の人つけてくれたんですけれども、まさにそういうことじゃないかなと。デジタル化されたものがいっぱいあって、それがもう今は海のように、海の水のようにある。その中から、本当面白いものを見つけてきて、っていう、そういう段階なんですよね。はい。それで、バイオ DX って言ってることに対しても、いろんな人が、いろんなことを言ってるわけで、それをもうちょっと整理すると、やはり自動化と、やはりビッグデータ、AI というふうに分かれるかなと思います。もちろん、実験ロボットを使った、24時間を、さっき話にできたバイオ銀行ワークスみたいな、24時間ラボが働く、バイオファウンダリーで、ずっと人間がなしで実験が進む、そういうような自動化はもちろん、バイオ DX でしょう。それもあります。それ以外にも、このビッグデータとか AI をこなしてやると。そこに関しましては、我々がやっているのは、こういうゲノム編集による育種ですね。そういうデジタル育種と呼んでますけれども、そのような、ことであったり、ちょっと前に、流行りになりました、アルファホールド2ですね。タンパク質の立体構造予測に AI を使う。そういう、こと。で、最近ですともっとそれが進んで、生成 AI と呼ばれる、チャット GPT ですね。ああいう、もっと賢くなった AI が、こういう実験、我々の生物の世界も変えるんじゃないか、言ってるんですけど、まだ変わってません。まだ変えるちょっと、ところまでは来てないんですけれども、そのうちそういうようなことも、できるんじゃないか、というところで、今は研究開発がどんどん進もうと。いうところなんですけど、やっぱりそこも、実際にそれが、ね、生物の場合はそれがやった場合に正しかったかどうかっていうのを判断できる人がすごい少ないわけで、それが判断できる人が必要。ということで、先ほどの、小原の話にもあったように人材が重要と、そういうふうにつながっていくわけです。で、我々は本当、だんだん変わっていって、生命科学の研究変わっていってると思うんですね。この仮説駆動型と呼ばれる仮説を出して、この左側のですね、左側のこの丸一で仮説を出して、それを検証して、それで新しい発見だと。で、またそれで仮説を立ててっていうふうな、回ってた。で、たまにというか、発見のものの一部がこうデータベースに404で入って、それをデータ解析して仮説を出すっていうふうな左側の、サイクル、10年ぐらい前を回ってると。ですけれども、だんだんこの右のような、データ駆動型と呼ばれるような。さらに、私どもはデータベース駆動型研究だって言ってるんですけれども、そういう、最初にデータベースがありきで、そのデータベース、デジタル化されたデータベースの中から、データ解析によって新しい仮説を出して、それを検証して発見して、さらにそれをデータベースとして、さらに大きいデータベースに加えていくと。そのような回し方、研究の回し方。が、今後、どんどん進めるべきだし、進めましょうというふうに、考えております。はい。というのが、とりあえず前半ですね。はい。それで、我々どもがやってることを、ちょっとおこがましく、バイオ DX の研究開発ということで、お話ししたいと思います。ゲノム編集データ基盤技術の開発ということをやってます。で、これが、後ろにうっすら見えてるのが、我々が今、普段いる、研究所、
広島大学イノベーションプラザというもので、この右側のなんか、金網に囲まれたのが、その実験室ある方で、左側に見えてる、広島大学で書いてる建物、ちょっと別なんですけど、その手前にある、ちょっとガラス張りなんですけど、ガラス張りの建物が、そこがまあちょっと、事務とか、職員入ってるところになるんですけど、こういうところで研究してます。はい。で、まあ、ここからの話はもうちょっと端折っていこうと思うんですけれども、先ほど奥原が話してくれた話です。JST の競争の場形成支援プログラム COI NEXT というもので、我々が、まあ、昨年度からですね、本格型10年というプロジェクトを始めているもので、広島大学が中心となって、このバイオ DX 産学競争拠点という、プロジェクトで拠点を進めております。で、まあ、それに関しては、おさらいになりますけれども、まあ、ターゲットとして、まあ、SDGs の、2030年における SDGs の解決ってことで、まあ、この、まあ、3つですね、飢餓をゼロに、2番の飢餓をゼロに、3番の全ての人に健康と福祉を、で、7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにという、その3つの SDGs を解決するために、それぞれターゲット。まあ、一番最初のは食料問題を解決するフードアンダーグリテン。で、2番目のが健康福祉を増進するスマート生物。最後のものがカーボンリサイクルを推進するバイオデジタルものづくりということで、その3つのターゲットを進めますってことで、その根っこに一番ある基本技術がこの生物のプログラミングであり、デジタル化であり、そういうものです。これもしつこくて申し訳ないですが、何回も同じこと聞かされていると思います。その、まあ、これもね、本格型で昇格って言ったのは、実は去年から本格型って言いましたが、その前に実は2年のですね、育成型という期間を経ております。で2年間、育成型というもので進めて、そこで、昇格という形で本格型に、上がらせていただいて、今2年目なんで、実を言うと2年目と言いつつも実はもう4年目なんですね。ちょうど僕4年目と言いましたね。つまり私が来た時から実は育成型始めておりまして、ちょうど私がこれ、広島大学の方に来たのと、年数が、累積の年数が一致してるんですけれども、そのような形で、今、実質4年目を進めており、まあ、本格型としては2年目なんですが、まあ、これもまあ、くどいようですけれども、広島大学がこの中四国エリアで、今もなのかな、どこか通ったか、一箇所、本格型には採用されているところ一箇所だと思います。で、まあ、これも、まあ、先ほど、奥原がさらに新しいものを出してくれましたけれども、この、バイオ DX 産学共同拠点というところで入っているところの、一覧表なんですけど、ちょっともう古くなっているので、新しいスライドに変えていきたいと思うんですが、多くの、もう本当に、会社であるとか、日本中の、大学研究機関が入って、そういう、プロジェクトを進めてます。で、まあ、私自身は実はこの、今の、このプロジェクトの中で、ちょうど育成型の2年目と本格型の1年目なんですけど、そこの時にこういう、バイオ DX データベース基盤技術開発ということで、の、産学連携拠点データ利用促進費というのをもらいまして、追加支援でもらってもらい、まあ、私の、まあ、昔からの一緒にこういうバイオマティクスの研究をやってきた、国立理化研究所の中村康和です。と、農研飛行の横井さんというので、それぞれ、まあ、植物と昆虫のエクスパートなんですけど、そちらの、ターゲットで、において、ゲノムのデータベースをいかに、まあ、使いやすいものを作るか、再利用性の高いものを作るかということを、まあ、議論して、そういう仕組みを、まあ、2年間特に力を入れて作ってきたと。そういうので、まあ、今年からはそれが、まあ、一応、支援はないんですけれども、その流れで今も研究を、進めておるところです。はい。で、まあ、さっき出してきた、マンダラのいろんな部分を、私自身、ちょっと、かいつまんでお話しすることになるんですけれども、まずはですね、その公共データベースの、利活用技術開発ということで、やってるものです。これは、まあ、私自身がまだ DBCS の客員教授ってのをやってますが、そちらの、まあ、DBCLS とか、JST の、統合データベースのプロジェクトですね。そちらの方々なんかとやっているもので、特にキーワードになりそうなのは、このデータ解析ワークフローを開発するというところと、多様な環境で実行可能だということと、あとはまあ、すべて GitHub 上で開発して、プログラムのコードをすべてオープンソースにやっているという、まあ、そこがポイントになるような、
ものになります。で、まあ、最終的には、うん、データの解析の、ワークフローのを皆さんにも、使えるようにするというようなことを、まあ、やってまして、その背景にはですね、この、まあ、図もよく見るかもしれないんですけれども、公共データベースにおける塩基配列データの、これ、伸び、てか、累積の蓄積具合を、示している図、図です。縦は、これ、対数なんですね。対数で縦で直線ということは、指数関数的に増えているという、そういう、図です。まあ、見ての通り、NGS、リテラシー検査のデータっていうのは、どん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 蓄積してきてて、それが大体始まったのが2007年ぐらいからこれ、どんどんデータ出てきてるんですが、そのね、データがどんどん増えていって、今もうちょっとで100ペタベース、100ペタ塩基。で、ペタはテラのもう一個上の補助単位です。ですので、これぐらい数が増えてるんですが、注目すべきはですね、この、してほしいのは、この水色と黄色の線があるんですけど、この、黄色の方の線見にくいかもしれません。黄色の線がこれ実はオープンベースで、誰でもアクセスできるやつで、水色の方は、人の個人情報を含んだ、センシティブデータを含む、人のデータも含んだ、線になるんですけど、これぐらいの勢いですごく増えていると。で、こういうたくさん蓄積したデータを、まあ、使って研究にぜひ使いたいと。ただ、多すぎて、すごく使うのが大変になってる。どんどん大変になってるのが現状です。で、じゃあ、その中から必要なデータを、取り出してきて、まあ、これも非常に大変な作業になるんですけれども、自分らの必要な、やりたい実験に関係があるようなデータを取り出してきて、それを再利用しようじゃないかということを、まあ、進めてきまして、まあ、そういうことを、まあ、公共データベースからのメタ解析って呼んでます。まあ、メタ解析っていうのは、まあ、より高い見地から、そのデータを、まあ、解析するってことで、我々は、よく言ってるのは、いろんな違う人が実験したデータを、ただ同じような実験、まあ、多くの場合は同じなんだけど、例えば、私がやってきたのはこの低酸素刺激ですね。低酸素に差したときにどのように発現変わるか。そういうものをいろんな人が実験してます。で、いろんな人がこの遺伝子が大事だって言ってるんですけれども、じゃあそれが本当に皆さんのデータ集めてきて再解析したら本当にそうなのかという疑問から始めたもので、まあ、集合値解析というような言い方もしてます。そういうものを、まあ、やってるんですけど、まあ最初は本当に公共データベースからそのデータを拾ってくるってところなんですけど、これがまたね、ちょっと、皆さん、SRA っていうデータベース検索したことあれば分かると思うんですけど、なかなか検索するの大変で、違うデータベースに必要、重要な、詳細なデータ書いてあるとか、そういうことがあるから、それでデータベースを辿って ID を集めてきてみたいな、そんなことをしないといけないんですけど、そういうようなことを、まあしてですね、低酸素状態と普通の酸素状態でペアを作って、それぞれ人とかマウスとかね、そういうふうに、生物種ごとにデータ集めてきてみたいなことをしてます。で、まあ、発現程度とかするのは、まあ皆さん普段する RNA シークであるとか、マイクロ RNA の解析と一緒なんですけれども、まあそれを、まあさらに丸めてですね、発現が変わった、変わらなかった。あとは発現が下がったと。発現が上がった、下がったんですけど、その上がったの中にも、上がったというか、変わったという中にも、上がったと下がったがあるという、そういう、まあその3つの、まあ状態に分けて、ざっくり分けて、もう、解析するって、そういうようなことをしてます。そういうようなことを、まあ、するとですね、いろんなこと分かってくるんですけど、ただ、その発言のデータだけだとなかなか、解釈も、なんていうのかな、新しいものが見つからないということで、それを、まあ、どうしたかというと、パブメドのデータですね。文献のデータ、まあ、今、パブメドの中にですね、3000万件以上、実は、論文含まれてるんですけど、3000万件ぐらい集まってきますと、その中に、記述されている、遺伝子っていうような情報を、それでどんな遺伝子が論文よく言われてますかみたいなのですね。一番言われている人の遺伝子っていうのは実は P53 なんですけど、そういう P53 はすごいトップである。で、じゃあそれ以外どうなのか。あんまり言われてない遺伝子っていうのがじゃあ新規候補の可能性も高い。そういうようなもので、発言の変動はあったんだけど、あんまり今までよく言われてなくてとか、そういうようなまあ条件をこう、探せるようにしたのが、この実は、この右の方のグラフでして、縦軸は、これ今も言った、言いました、ある各遺伝子ごとの、その論文数になります。それがこの縦軸なんですけれども、
横軸は実はこの低酸素の研究しているので、低酸素でマスターレギュレーターと呼ばれている、皮膚アルファ、皮膚アンテナの遺伝子ありますが、その遺伝子と、どれぐらい同じ文献でその遺伝子が言われてたか、というような、よく、今までよく知られている遺伝子と、よく論文で一緒に書かれている遺伝子であれば、この右の方に行くような、そういう指標を作ってですね、まあそういう、まあ、相関係数みたいなのを計算してるんですけれども、その相関係数が良ければ右の方に行くと。そうでなければ左の方に行くと。なので、この図でいうところの、この左下の方に行けば行くほど、新しい、その低酸素 の、まあ、で変動のある遺伝子であるというふうになるんですけれども、この、下の方にある、この黄色っぽいやつで、その下の方ですね。この辺の遺伝子が実は新規の低酸素変動遺伝子であるというふうなのを、まあ、全く実験一回もしないで、発言のデータと、その、パウメドのデータ全部取ってきて、解析した結果から得られたと、そういうものです。で、上の方にある、遺伝子は本当に、イフアルファとあんまり今日、よく一緒に語られてなくても、まあ、論文数も多く、すでに今までの創設の方で知られているとか、そういう、まあ、遺伝子だったのに対して、まあ、そういう新しい遺伝子も、まあ、見つけることができたと。で、それをするためには、こういう、ただ単にパブメドのアブストラクトの情報を全部の遺伝子に出してあるだけじゃダメで、その中で、パブメドの中でこの遺伝子がこの論文に言われてるとか、そういうふうな、まあ、データがないといけなくて、まあ、そういう、情報が実はあるんですね。人数パブメド。そういうものを取ってきて、まあ、これも本当に数億の、数億から数十億の行数があるデータなんですけれども、そういうのをまあ自分たちで処理してできるようにする。そういうことをまあ、して、候補をまあ上げるということをしています。で、まあ、こういうようなことを、まあ、メタ解析で、しかも発言のデータ、トランスクリプトームと、論文全体。で、まあ、論文全体のことを、まあ、論文のことをビブリオグラフィーって言いますから、ビブリオームって言って、トランスクリプトームとビブリオーム、両方使った解析っていう形で、やってますというふうな、まあ、図になります。まあ、これは、社会人大学院生で来てた、小野さんという方が、頑張って、やってくれた仕事なんですけれども、まあ、論文になって出てます。で、この結果はですね、実はそういうお話だけじゃなくて、これ実際にやった結果も全部実は公開してます。それが、まあ、僕らがやったような解析は、その、ゲオ、NCBI のジオとか、そういう、NCBI の SRA とかね、そういうものにちゃんと登録できる、ちゃんとしたフォーマットになってないので、雑多なデータなんで、大体の場合、Excel みたいなデータなんですが、まあ、論文の、まあ、サプリメントで出してってもいいんですけれども、最近論文のサプリメントにするよりは、こういう、シュプリンガネーチャーとかがよく言ってると思いますけど、このフィグシェアっていう、そういうサプリメントのデータベースみたいな感じになっている、こういう、データ置き場。まあ、誰でも、名前の通り、もともとは、図を共有する、フィギュアのシェアをするためっていうふうにしてできた、フィグシェアってサイトに今アップして共有してます。で、このフィグシェアですが、全部図をアップすると、図とかデータを、Excel の方のデータアップすると、DOI がすぐさま、発行されます。で、その DOI をこうやって書くことで、他の人にこうシェアすることができる。そういうふうな、まあ、仕組みになって、それも、まあ、今回の我々のメタ解析のデータなんかも、シェアするのにこう使わせていただいてます。で、さらにすごかったのは、このすごいのは、これ、同じようなことを、同じような、まあ、僕ら低酸素だったんですけど、別のことで会いたいときに、プログラムがすぐ使えるように、再利用できるように、この Python の Jupyter Notebook っていう、形式でですね、公開して、誰でも、再利用すぐできるような、まあ、コードとして、公開しています。それがここの。ですね。はい。で、まあ、それに関しては、こう、大学の方から、プレスリリースもさせていただいて、で、まあ、さらに嬉しかったので、こういう、マグカップを作って、作ってます。はい。作って学生さんにもあげて、自分も使ってると、そういうやつですね。で、まあ、今言ったような、今のは低酸素の例だったんですけど、ストレス刺激で発現変動する遺伝子っていっぱいいろいろあって、それぞれを実は今の大学院生にいろいろやってもらってて、一人はまあ、熱ですね。熱ストレス。熱で熱くなった時に動く遺伝子。あとは、まあ、最近プレスリリースで出てるやつは、昆虫で、女王とワーカーで発現遺伝子違うのは何か。そういうふうなのをいろんな昆虫で探してきてもらってみたいなこともしてます。そういうのが、まあ、
ですね。趣味で、まあ、やってるように思われるかもしれないですけど、そうじゃなくて、ストレス刺激で変動する遺伝子っていうのは、実は、このゲノム編集のターゲットになるだろうというふうに考えてます。一番わかりやすいのは多分熱、ストレスとかですけれども、最近暑くなってきて、作物が育たないとかいろいろ言われてますね。そういう時に、じゃあ、それを、熱ストレスでこう発現変動変わるんだったら、それをどうやったら、変わる遺伝子を見つけてきて、それを何とかしたら、っていうふうな、こう、リストをね、あらかじめ作ってデータベース化しておくといいだろうってことで、こういうゲノム編集のターゲット遺伝子のデータベースっていうのを、まあ、あらかじめそういう解析から作っておくといいだろうってことで、我々が、やったそういうメタ解析のデータをデータベース化しようということで、まあ、ゲノム編集のデータベース、ゲノムエディティングメタデータベースってことで、ジェムっていう形で、作ってます。はい。まあ、これは今のところは、パブメドですね。パブメドの3000万件の純文献から取ってきて、クリスパーとかタレンとか、ジンクフィンガーヌクレアーゼとか書いてあるのをまずは拾ってきて、それをまずは皆さんに見せれるように。で、どういう、実験で使ったか、遺伝子に対してとか、まあ、ゲノム編集ツールが何だったか、生物種が何だったか、みたいな。まあ、そういうので検索できるようなものも、まあ、一応っていうか、まあ、プレ公開してて、まだちょっと、正式なデータベースとして運用できているようなところじゃないんですけれども、ちょっと学生さんの、まあ、研究として今ちょっとこれ、試験公開しているところです。はい。それがまあ、まず1個目で、もう1個、まあ、この実際にデータ駆動型ゲノミック種技術の開発ということでやっているこの左の方ですね、ゲノム配列解読、トランスクリプトム測定の方の話をちょっと簡単にもしようかなと。ちょっと時間もあんまり押してますんで、ちょっと急ぎます。で、まあ、ゲノム配列解読とかなんですけれども、最近ですと、この、この長読みの塩基配列シーケンスですね、ロングリードってやつが、だいぶ良くなってきておりまして、そのロングリードだけで、実はゲノム配列解読ができるようになってきています。特にこのパックバイオっていう、会社が作った、この、シーケンサーのハイファイリードっていうのがかなりすごくて、長読みなのに、シーケンスのクオリティが、イルミナルのリードぐらいある。ショートリードと同じぐらいあるということで、急速に今、利用が広まっています。先週もそれ飲んで、ちょっと、大阪と京都で話してきたんですけれども、それぐらい今、ちょっと長読みのリードっていうのが、何がいいかというと、そんだけクオリティがいいと、この下に続くアセンブリー、ゲノムのアセンブリーですね、が、うまくいくんですね。でその後に、まあ、アノテーションとか、まあ、データセットとして作っていくっていうふうな流れがあるんですけれども、まあ、アセンブリーって何かっていうと、まあ、こういう、細かい塩基配列の断片を、こう、同じところをこう組み合わせていくことで、より長い配列を得ると、そういうものです。そのようなアセンブリーが、非常にうまくいくんですね。で、これ、クオリティ低かったら本当にこれ繋がらないんですけれども、バックバイのシーケンサーは、シーケンスのクオリティがいいのが15キロぐらい、15000ぐらいの、1万5000ベースぐらいの、クオリティのいいものがたくさんできるために、すごく、つながりがいいということで、新しい、生物種のゲノム解読によく今は使われています。で、まあ、それで、まあ、我々もちょっと、テストしたんですけど、まずはパクワイの方じゃなくて、ナノポアの方ですね。オックスフォードナノポアテクノロジーの、ミナイオンを使って、この筋アノーリっていう青のりですね。青のりの、ゲノムを、まあ、広島にある会社なんですけど、三島食品。ね、と、まあ、協力いただいて、まあ、読むっていうのもテストしましたし、パクワイオのハイファイリードの方で試したのが、この、赤シソなんですけれども、これゲノムって書いてますけど、皆さん、ユカリという名前で、スーパーとかで見てると思います。あれです。ユカリ2の、原料である赤シソの、ゲノムを、まあ、解読するってことで、これもですね、まあ、広島食品さんと、あと、広島県の農業牛センター、あとは、遺伝研の中村の研究室の、まあ、協力のもと、アセンブルの、だいぶ、早いペースで、まあ、することができて、これには本当、一切、ショートリード使わなかったんですけれども、うまくつながるということが、まあ、できました。はい。で、まあ、こういう、赤シソをなぜゲノムで読んだかってよく聞かれるんですけれども、まあ、赤シソをさらに、機能性の、さらにいい赤シソを作りたいというふうな、まあ、ことを企業の方も考えており、その際にですね、例えば、アントシアニタの赤くなる、緑
原因ですけれども、アントシアニンを合成する経路を潰したいって言ったときに、じゃあどこの部分の、経路、どこの部分の酵素を、まあ、ゲノム編集で復活すればいいかと。まあ、フェニルアラニンからどんどん、皆さん、どんどんね、化学物質がどん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 こう、変換されていってっていう、まあ、代謝経路を辿るんですけれども、まあ、何ステップかあって酵素が、ね、いっぱい絡んでるんですが、この中でも、それぞれの酵素がですね、非常にたくさんの、遺伝子によってコードされているっていうのが、よくある状況です。で、実際に、まあ、見てみると、この辺が多いんですね。まあ、ローカスとして多いし、アイソフォンも含めるとものすごく多いと。そういうような状況で、まあ、より数が少ない部分ですね。こういう下の方だったら、アイソフォームはありますが、ローカスの数は少ないということで、そこを狙うと、この、ね、合成経路全体がとりあえず止まるんじゃないか。そういうようなことが、まあ、予測できて、そこをまあ狙えばいいでしょう。そういうふうなことが、まあ、こういうゲノム解読の情報からわかると。そういう、まあ、ところを、まあ、今狙って、解読できるゲノム配列を読む技術から、こういう解析する技術っていうのを、まあ、組み合わせて、今、研究を進めているところです。はい。で、まあ、この赤シソに関しては、ゲノム、配列解読、ゲノムの配列も一緒に DNA リサーチから、しました。で、さらにですね、多分先週の金曜日に発売されて、もうすぐ皆さんのお手元に届く実験医学の方にですね、このロングリードシーケンサー、知得活用法っていうので、サブテーマをこれ企画させていただいたんですけれども、そちらの方に、今の赤シソの、配列解読の方載ってますんで、多分そろそろ届いてるかなと思いますんで、ぜひ聞いてください。はい。私も書きました。で、まあ、今日は多分この、昆虫やってる人はいな、ほとんど会場にはいらっしゃらないと思うんですけど、昆虫のゲノムの解読なんかも、やってて、これは実は害虫のゲノムなんですけれども、そういうふうに、まあ、昆虫を利用してっていうふうなことも、まあ、今の、バイオDXで考えてますので、そういうゲノムを昆虫で解読するっていうようなことも、進めて、技術開発してます。で、そういうことを、まあ、いろんなゲノム読んでるのもすごいなと皆さん言われますけど、それをまあデータ解析するってことをまあやってて、それがまあこうアノテーションが大事だということになります。それで、まずはゲノムの中にどこに遺伝子があるかというゲノムアノテーション。で、そのあった遺伝子がじゃあどんな機能を持ってるかっていうのを推定するための機能アノテーション。で、さらにそれぞれの遺伝子発現がどうなっているかという遺伝子発現のアノテーション。いうふうなものがどんどんまあ必要になってくるんですね。で、そういうことをまあ、我々の方でこう一気にやれるような。いろんなワークフローを考えてますってことで、そのワークフローのことを、こう、データ解析ワークフロー、パンフローっていう形で、読んで、開発してます。まあ、今はね、主にパンフローでやってるのは、この機能アノテーションの部分が、頑張ってるんですけれども、この、まあ、予測された遺伝子配列、トランスクリプトームがあったときに、どのように遺伝子、これは何の遺伝子だとか、これは、知られてるノンコーディング RNA だったとか、そういうふうなことが、一気にこう記述、アノテーションできる。そういう仕組みを、まあ考えています。で、これはもともと実は20年前にマウスのファントムでやったのの仕組みをベースに作ってるんですけれども、そのようなもので、こう、例えば、昆虫の蚕の機能アノテーションに使ったり、全く新しい、今までゲノムを読むのも大変、なぜ大変かというと、ゲノムサイズがむちゃむちゃでかく、人間と同じぐらい大きいからなんですけれども、七節ですね。これ、奄美七節って言って、日本産の七節なんですけれども、それの、まあ、遺伝子の機能アノテーションする。まあ、七節って実は葉っぱ食べますから、セルラーゼ持ってるんですが、要するに、細胞壁、植物の細胞壁を分解する酵素を持ってるんですけれども、それが実は自分たちのゲノムの中に持ってて、共生細菌によるものじゃないらしいんですけれども、そういうような、まあ、アノテーションなんかも、こう、自分らの機能アノテーションのワークフローでできる、そういう、まあ、ものを、まあ、今作って、いろんな、よく似た生物に使えるようにというので、それをどんどんちゃんと使えるように していくと、そういうことをしています。で、まあ、この仕組みに関しましても、実は、酒っていう、私の GitHub の、レポジトリの中に、コードは公開してあります。もちろん、こういうのが、使って自分で、使いこなせるようにならないといけないんですけれども、こういう形で一応もうすべてオープン、開発進めておりまして、これに関しても、まあ、広大の方からプレスリリースしております。なんですが、まあ、なかなかこうね、
ゲノム編集のツールで開発するっていうのは、開発する人が、多くの人がこう取り組もうと思って頑張ってやってくれてて、華々しく出てるんですけれども、やっぱりバイオマティクスツールっていうとなんかこう、オタクがやってるとか言って、なんかあんまりみんな、見向きしてくれないんですけれども、ぜひこういう僕らがやってるのと同じようなことに興味持って、やりたいって言ってくれる人が出てくるといいな。まあでももうオタクがかっこ悪いという時代は僕は終わったと思ってますんで、ぜひ皆さんもレッツオタクということでよろしくお願いします。で、まあすいません、話長かったんですが、まあ、こういうバイオマティクスというのが、まあすごくコアな手法に、生命科学分野の手法になってきてます。で、まあ AI とか公共 DB より活用する、まあバイオ DX で研究なんですが、これは本当にやる気さえあればできる。まあ、ね、実験の、まあ、試薬がお金とかそういうふうなことがあるかもしれないですけれども、コンピューターをある程度用意できれば、すごいできると。で、実際に大事なのは、やっぱりそういう、生物学の知識を持った人が、そういうドライの解析に取り組むということで、こういうデータ駆動型ゲノミック主義技術開発っていうときには、このドライとウェットのが融合した研究というのがすごく大事であるということで、まあ、大学院生募集って言ってますけども、これ研究員ももちろん、どんどん雇いたいというか、募集しているところで、まあ、現在本当に長い2年足す10年、12年、10年の12年のプロジェクトのまだ最初の方4年目で、まだまだこの、仕込みの時期であると、右の写真にあるように仕込みって書いてあるような仕込みの時期で、まあ、これ西条に、今いる東広島市の西条のところにある酒蔵の、まあ、貨物部。そういう、まあ、一番大きな酒蔵なんですけど、そこでこう、見学に行くとこういうのを持たせてくれるので、それで、ふざけて撮った写真なんですけれども、まあ、そういう仕込みの時期ですので、ぜひ皆さんも、輪に入っていただけると、一緒に仕込みしてくれると嬉しいなと思っております。はい。で、まあ、最後になんですが、本当にこれいろんな、方と、まあ、いろんな、そういう助成金に支えられてやってます。はい。まあ、もちろん、この競争場形成支援プログラムが一番大きいんですけれども、途中に出てきました、卓越大学院のプログラムもそうですし、あとは、まあ、まあ、ネドのプロジェクトもそうですね。ちょっとこの、明石そのゲノム読むのは、この、広島県、この、二つの予算ですね。この、ものづくり価値創出支援事業というので、お世話になってます。はい。まあで、まあ、特に、まあ、この実際に研究を進めさせていただいた、この、ゲノム編集イノベーションセンターの皆さんに感謝して、私の話を終わりたいと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。